1年間ね、これだけずっと毎日見に行って、うん、取りたい選手が取れないっていう仕事も、うん、きついですよ最終的にね、はい、ミスターパーフェクト槙原です。今日はですね、初めてだったキンタ初めてですよ、はい、ということで水野克人さんです。どうもよろしくお願いします。現在ですね、巨人のスカウト部長、はい、あとまだ何かあったよね、編成副本部長、編成副本部長、はい、そして巨人軍では私の2個後輩でしたから、はい、そういう意味ではやっと来てくれたというところですよね。そうですね、まあ、はい、ずっとこの YouTube 楽しみに、はい、ありがとうございます、見てました、はい、やっぱりスカウト部長にもなるとちゃんとした格好で来られる、まあ一応そうです ね、まだ肩書きがありますんで、はい、やっぱりスカウトってやっぱりいろんな選手たちの、はい、入団会見だなんだかんだ全部行くじゃないですか。そうなんですよ、スーツすごい必要なんだよね、うん、はい、でさすがにおととし19人取って、うん、19箇所指名挨拶行って、はい、で仮契約行くんですよ、はいはい、だから38回行くんですよ、はあ、はあはあ、ってことはもうほぼ被らないようにしないとってことですか。そうですね、だから昨年は原監督にジャケットとかいただいたり、うん、ネクタイとかいただいたりして、はいはい、もうしましたけど、はい、で今年も12人取りましたんで、うん、でも今年はファンフェスタでいつも入団会見やるじゃないですか、うんうん、だからもう間に合わないんでみんなで手分けして、あ、まあでもまあでもね、聞いたらおしゃれだからそういうの色好むんだけど、はい、まあ紺色だとかそういう系統でも統一してやってる人なんかもいるんだろうね、ジャケットもね、あんま変えない。そうですね、まあ紺とグレーのスーツでインナーだけ変えていけば、うん、そんなには目立たないんですけど、どうしてもやっぱり残るからね。そうなんですよ、ずっと残るから、なんかちょっと一回それでこういう派手系で行くと、うん、なんか残っちゃうんだよね。残っちゃうんですよ、ね、テレビ映えとか YouTube 映えはするんですけど、そうなんですよ、ね、でもやっぱりあの時着てたなってなっちゃうから。ただズームとかに出てたんで、うん、ジャケットズームインサタデー、はい、ズームイン、ズームインじゃん、はい、で、ジャケットとかはたくさん持ってたんで、うん、まあ、それはすごい良かったなっていう。ってことは体型が変わってないってことですよ。そうです ね、まあ、あんまり変わってないですね、うん、やっぱり維持してるっていう、まあでもまあ日頃の激務も僕もよく聞かせてもらってるけど、ね、運動しないんで、中性脂肪とかお腹の周りだけが、年もありますけどね。じゃあ阿波の金太郎化してきたわけですね。今だから12月になって一生懸命歩いたりしてます、うん、あ、そうですよ、12月1月は、うん、でキャンプまでは一生懸命歩いて、成人病にならないようにしようと思って。偉い、これ偉いんだよね。だからまあ皆さんのイメージからすると水野さんっていうのは入ってこうポチャッとした金太郎のイメージがあったんだけど、やっぱりしっかりと体重もそうやって気使ってるっていうのはね。そうですね、うん、はい、まあでも今のやっぱりスカウトというのは激務じゃないですか、うん、そうですね、まあ日焼けがだいぶ冷めてきましたけど、はい、もう9月10月やばかったもんね、真っ黒だもんね。年間250日出張なんですよ、うん、250日も出張に行ってるっていうのは、まあ奥さんは喜ぶけどね。そうですね、元気で、はい、ね、まあ、うん、北海道地区担当、うん、東北地区担当、うん、北関東担当とか、はい、東海地区とか、まあ10人分かれてるんですよ、うん、10箇所はい、区切って、でそれぞれはみんな数多く見に行くんですよ、はい、でそこで槙原選手っていう選手がいますよっていうと、上の2人が僕と一つ行って、はい、2人で行って、実際を見て、それでドラフト何位ぐらいかなっていう判断をするんですよ。まあ今回、ジャイアンツは西舘投手、そうですね、取れましたね。久々ですね、くじでも勝ったし。いやもう、去年の浅野に続いて2年連続なんですよ、はい、それまで10連敗してたんですよ。ああ、外れ外ればっかりだったんですよ。だからスカウト部長としてはいいのを探してきても、はい、やっぱり取れないっていうもどかしさはあるよね。最後くじかよって感じになっちゃう。1年間ね、うん、これだけずっと毎日見に行って、うん、取りたい選手が取れないっていう仕事も、はい、うん、これもなかなか、ね、きついですよ最終的にね、はい、でもじゃあ今回はやっぱり西舘投手、はい、
どうでした、やっぱり良かったですか。良かったですね。このやっぱ全体の見渡してもピッチャーの中では、まあ神セブンって言われて、うんうん、とうとうと、神奈川に、7人いいピッチャーがいたんですよ。そうですね、まあ、いろいろとすぐ出ましたもんね、はい、で7人のうち誰か取れたら、うん、まあいいかなっていう感じはするんですけど、うん、まあそのうちじゃあ7人全員2桁勝つかって言ったら、うん、勝たないじゃないですか、はい、この世界多分勝たないでしょうね。甘くないんで、うん、その中で誰が勝って出るのかっていうのを探すのが、大学の成績はみんなよく似てるんで、はいはい、その判断は非常に難しかったですね。ってことは、はい、これジャイアンツのファンもたくさん見てくれてるチャンネルだと思うんですよ、はい、来年の、まあ、今年のドラフトで、はい、じゃあまあこう、まあ、2位3位ぐらいまででもいいんだけど、まあ、昨年はあの浅野君を取って、うん、はい、萩尾3位が田中千春、はい、4位が門脇、全部一軍出た。5位が船場様。そうなんですよ。育成1位が松井颯、はい、これ6人全員一軍に行って、はい、この度11月の農会で、社長からスカウト部表彰金賞をいただきました。そうですよね、はい、まあ今しゃべりながら威張ってんなと思って言っても思いましたけど、ね、こうやって威張り出すと絶対失敗する年が来るんですよ。いやでも今回、まあ、前回それが良かったじゃん、はい、ね、それでその前に大勢取ったじゃん。そうなんですよ。だから巨人ファンとしては大勢誰だと、小田、小田って誰っていう感じ。太田か、シーンとなったもんね。いやね、春先までキャンプ終わるまで、はい、シーズン始まるまでですね、ボロッカス言われてました。ああ、そうよ。ね、うん、誰だっていう、うん、マキさんも思ってたでしょ。いや、でも いきなり開幕で見た時に、うわ、こんな球投げるんだと思った。すごいでしょ。うん、バネあるし、はい、でまあ、今年はちょっと不本意だったけど、はい、まあ、体もう一回鍛え直すというか、まあ、西武に抽選で行った住田投手っていうのを行ったんですよ、うんうん、で外れて、太田大成に行こうって、うんうん、で原監督に相談して、いいですかって、うん、怖いよな大丈夫かって言うんですよそうだよね。阪神リーグで2勝しかしないんですよ、4年間で。そうでしょ。だって僕らも、まあ、僕もドラフトの時は放送席にいるわけですよ、はい、で大体の選手は大体見てるから、はい、だからもう誰だ、うんってなったからこう振られたらやばいなと思ったもん。そうでしょ、うん、勝田アナウンサーがですね、この太田投手どこがいいんですかって言ってもうえーって出てこないっていう感じがあった。そうですね、はい、でも、まあ、原監督が、うん、これお前大丈夫かって言われて、うん、いや球はえげつないですと、うん、でもいい、大丈夫かってなるじゃないですか。そうだよね、まあ、でもそれで納得してくれたっていうのがすごかったですよ。そうだよね、ああ、でも本当にまあここ10年ぐらい安泰かなってぐらいのね、クローザーがやっぱり埋まんなかったから。そうですね、だからすごいいいピース的にはまったなというところなんで、うん、あと3位の赤星なんかも僕らもすごく好きなタイプで、うんうんうん、まあ今年も去年も5勝5勝とはしてくれてるんですけど、まあ、細かく丁寧にこう投げる、まあ、昔で言うと三沢みたいな感じかな。まあそうですね、はい、ね、うん、はい、まあ、でもやっぱりスカウトでそういう、こう活躍してくれるのが一番、いや、やっぱり担当 の、うん、スカウトがやっぱり一番嬉しいですね。嬉しい。僕は全体を見ていくんで、うん、僕の担当っていうのはいないんですよ。まあ、全員が担当みたいな形になるんで、うん、じゃあ今回門脇4位で取って、あれはもう柏田ですよ。柏田、柏田、あ、もう、ね、柏田スカウト、柏田ね、あれもっともっとね、柏田を評価してほしいですよね、うん、ねえ、柏田、あれ門脇を、うん、まあもう一人の選手と、うん、こう映像を監督にやっぱり見せたんですよ、はいはいはい、でもう即決ですよ、門脇。あ、監督もやっぱり気に入ってくれたんです、はい、それは当然原監督だよね、はい、まあ、もう一人の選手は、まあ、他のチームに行ったんで言えないですけど、うん、まあ、上位で2位とか3位で指名された選手もいたんですけど、うん、多分門脇は残りますと、うん、でもう一人の選手も残ります、どうしますって言ったら、いや、これは門脇の方が、いや、もう守備はもう間違いないですと、うん、でも打つ方は僕はもう保証できませんって言ったら、はい、思った以上に打ってくれて、僕はもう彼の評価はもうとにかく休まない、
体強い、うん、もうこれに尽きる、こういう選手はね、やっぱ本当にあのいいなと思うんで、結果的にね、高校の時もそうだったらしいんですけど、うん、大学1年の春から4年の秋のリーグ戦まで全部出てるんですよ。すごいよね。すごいんですよ。で今年もほとんど休んでないでしょ。休んでない1年間ずっと。で普通は垂れるじゃないですか。伸びたもんね。6月ぐらいに門脇大丈夫かってさ、1年がむちゃくちゃ長いですって言ってましたもん。あ、まあそれは大学はね、はい、やっぱりその短い期間しかやらないから。でも彼はその隼人から隼人をサードになって、うん、ショートになってからも打率は上げるしね、うん、そうだね。アジアチャンピオンでサヨナラヒットは打つわ、はい、うん、これはもうちょっとね、もう本当柏田スカウトです。柏田ね、腰が太いだけじゃなくてそう、柏田見る目がありましたね。もう飯は相変わらず食ってますけどね現役の選手とこの前一緒に、あの仮契約の時に食事行くじゃないですか、うん、食事して、うん、柏田スカウトが行ったわけですね。一緒にね、私も一緒に行ったんです。僕最後のご飯半分残したんですよ、うん、でも柏田とその選手はチャーハンおかわりで頼みましたからね。あ、やっぱりね、まあ、球団の金で食べれると思ったらもう水野さんだったら多分、いやちょっと申し訳ないなと思ってでもチャーハン1000円みたいなもんですからね。いやいや、だけど柏田その辺やっぱりね、やっぱり貪欲に、ね、ね、取って変わらない。まあでもそういうのが評価されるとやっぱり本人たちも嬉しいし、そうですね、じゃあもう金賞で、はい、みんなの前で表彰されたの。そうですね、同会で。それは水野さんだけじゃない。いや、もう全員が舞台、全員が前で舞台に出て、舞台上がって、うん、で全員で賞金をいただいて、うん、ああ全員に金一封ですか。いや、まあ部にいくらかくれて、それをみんなで分け合うっていう形か、うん、食事に行くかまだ決めてないんですけど。じゃんけんで取り合ったらどうですかねその昔の発想的なダメですよね。そんなことしちゃダメですよね、大事なものなんで、うん、